伝説の野球選手ベーブ・ルースのバットが1億円余りで落札です。カリフォルニア州のオークションで落札されたのはアメリカの大リーグで活躍したベーブ・ルースのバットです。このバットは1929年の試合で500号ホームランを放った際に使われたもので、およそ100万ドル、日本円でおよそ1億1000万円で落札されました。ベーブ・ルースはこのバットを友人にプレゼントしたとされています。落札者は明らかになっていません。ベーブ・ルースが初めてホームランを打った時のバットは過去におよそ1億5000万円で落札されていて、この記録に次ぐ高値となりました。